前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。今回もですね、北海道179市町村紹介シリーズの第3弾を行ってまいります。はい、どこまでできるかわかりませんが、とりあえず十勝の19市町村をやろうということで、十勝の3つ目幕別町をやっていきます。幕別町というのはですね、これは何かというと帯広の、まあ、隣にもあるというところなんですけれども、まあ帯広と同じくですね、まあ十勝の中心の町の一つですよね。はい、人口 2.6 万人と、はい、帯広地、十勝地域ですだとですね、音更町、まあそれに次ぐぐらいの規模の場所となっております。幕別町、有名なのはですね、パークゴルフ発祥の地っていうのがあります。パークゴルフって知ってますかね。普通のゴルフってめっちゃボール飛びますよね。あるいはちょっとあのグリーンの中を結構歩き回らなきゃいけないと。で、それをですね、まあ、あの、公園の中みたいな、ちょっと短いこうスペースの中でできるようにしたのがパークゴルフというものですと。で、これの発祥の地として有名なのが幕別町なんですよね。で、パークゴルフ。これ本州だとあんまり知られていないんですけれども、なんかゲートボールってありますよね。ゲートボールを、あれ普通のゴルフっぽく一人でずっとボールをやり続けるみたいな、そういった感じのゲームですね。私も、妻と一緒にパークゴルフやったことありますけど、なかなか楽しいですね。で、パークゴルフ、結構ですね、北海道の中だと、まあ、お年寄りをはじめとして、まあ、結構ですね、意外と若い人もやってたりするというところでございます。まあ、ゲートボールというと結構あの、おじいちゃんしかやらないみたいな、おじいちゃんおばあちゃんしかやらないってイメージがありますけど、パークゴルフって結構いろんな世代を超えて、まあ、子供でもできるようなスポーツなので、大変人気があるところですね。だからですね、北海道、まあ、特に十勝地域になりますと、河川敷であるとか、パークゴルフ場っていうのがあったりするんですよね。これがすごく面白いところです。で、そのパークゴルフ発祥の地として、まあ、かなり有名なところですね。で、幕別町。もともとですね、幕別町は、はい、その隣に中類村っていう村がありました。はい。そこがですね、結構日本で一番有名な村と言われたぐらいですね、個性あふれる村だったんです。まあ、これ何かというと、ナウマンゾウで有名なんですよね。ナウマンゾウってご存知でしょうか。これはですね、日本にお雇い外国人として来たですね、ナウマンという人がいるんですけれども、その人が、はい、マンモスとかの同じような時代にいた、はい、なんかマンモスみたいな、はい。ゾウの祖先みたいなやつがいるんですけれども、それの、骨格を見つけたんですね。で、そういうとこがナウマンゾウって名前を付けられました。まあ、マンモスとはまた違う動物なんですよね。そのナウマンゾウのですね、日本で唯一全身骨格が、はい、化石で見つかったのが中類村なんですよね。だから昔から中類村っていうのはそういうですね、日本で一番有名な村だと言われるぐらい結構有名な場所でした。で、それを、市町村合併の時に幕別町が、まあ、手に入れたというところで、一番美味しい思いをしたよね、みたいに言われています。で、今言ったところがですね、全部狭まった、全部絵に表されているのが幕別町のカントリーサインですね。ちょっとあの、役所のサイトからちょっと持ってきたのはこちらでございます。カントリーサイン。見ていただければと思います。この像、要はナウマン像なんですよね。ナウマン像が、はい、ここにあるパークゴルフをやっているよというところです。で、ここにいる赤ゲラという鳥があるんですけど、これ何かというと昔の幕別町のシンボルですね。中類村と合併する前はこの、シンボルと、あとはですね、パークゴルフ。そのセットで、はい、カントリーサインにしていたやつなんですよね。ところが、はい、中類村と合併したら、なんとナウマンゾウに譲ったと。で、昔ながらの赤ゲラがいるというところなんですよね。まあ、これですね、幕別町の昔の人たちにはプライドがないのかみたいな思いがあるんですけど、まあ、有名なものを使っちゃったっていう感じですよね。はい、というところで幕別町、はい、カントリーサインにも現れている。全部ここに現れているわけですね。はい、パークゴルフ。まあ、見てもらったらわかる。この木でできたような、はい、クラブみたいなやつ。それで、はい、割と大きめのボールを打つわけですね。ルールはほぼゴルフと一緒です。18ラウンド全部回るんですよね。まあ、そういったところでですね、はい、ゴルフとほぼ同じルールを、はい、ゴルフよりも面積が狭いところでできますよというところです。はい。クラブも1本でいいから結構楽なんですよね。はい、ってところでぜひ気軽にできるスポーツ。で、しかも北海道に来たらですね、別に道具の貸し出しも結構やってくれるとこが多いんで、ほぼ手ぶらでですね、パークゴルフもできたりしますので、北海道で、もしいらっしゃる機会ありましたら、パークゴルフ挑戦なさってみるのもいいかなというふうに思います。でですね、幕別町、まあ見どころとしたらですね、道の駅中類っていうのは結構ここ有名ですよね。まあ旧中類村っていう、要は合併したところの資源で食ってる感じがあって、ちょっとどうなのかなみたいなところもあるんですけれども、すいません、語弊があれば言ってください。はい。道の駅中類っていうのがあります。で、これ道の駅中類いいところはですね、はい。はい。幕別町中類ナウマンゾウ記念館っていうのがですね、その道の駅中類のすぐ隣にありますし、またですね、そこにはですね、はい。温泉施設もあるんですよね。
はい、十勝ナウマン温泉というのが、はい、またこの道の駅中類のそばにもございます。まあ、今言ったのちょっと中類村の話ばっかりなんですけれども、幕別町の中心拠点として、まあ、薩内の地域も当然あります。まあ、そういったところにもいろいろ楽しい施設もありますので、ぜひ見てみていただければと思いますし、まあ、どうしても幕別町というとこのナウマン像の印象が強いなって印象があります。まあ、それ以外にもですね、例えば長芋の生産がトップクラス、全国トップクラスだったり、またゆり根、そうゆり根がですね、そうここ美味しいんですよね。幕別町の、直産品といったらゆり根、ゆりの根っこです。これですね、子供の頃あんま美味しいとは思わないものなんですけれども、まあ、ここで行くと、ゆり根の天ぷらであるとか、いろんなものが食べれたりもしますし、十勝全体のですね、居酒屋さん行ってもゆり根料理あったりもしますので、ぜひ見ていただければいいかなというふうに思っております。さあ、ともあれですね、幕別町。はい。ここ行く場合、高速道路がありますね。大樹町まで、帯広から大樹町まで通っているような、そういう無料の高速道路も実はあったりもするんですよね。そういったところを行きますと、はい。道の駅、インターチェンジの、中類で降りるとすぐ道の駅中類がありますので、すごく行きやすい場所でございます。というところでですね、今回幕別町ということで、十勝の3つ目を紹介しました。結構ですね、幕別も私はよくですね、高校教員時代に中学校方まで、幕別の中学校であるとか、幕別の高校、いろんなところを回らせていただいたのが大変懐かしいですね。で、幕別町といえばやっぱり、ナウマン像かなっていうふうなイメージがありますが、当然それ以外のものもありますので、ぜひ楽しく見ていただければというふうに思っております。こういった形のですね、情報発信を毎日やっておりますので、もっと見たいよという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からですね、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございます。また見てください。それでは。